所も迂回路がありませんので、南三陸町方面においでの方はご注意ください。なお交通規制状況については国土交通省仙台河川国道事務所のホームページにも記載してありますのでご覧ください。お問い合わせは
Thank you.